こんにちは、ボートレースライフナビゲーターの幸せの招き猫チョコです。今回は必勝回目検証、締め切り5分以内の人気オッズ50倍以上10点を10レース買えばプラス収支になるの第5回目検証をしたいと思います。過去の4回分は概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックしてください。過去の4回の検証では3勝1敗の戦歴となっていますが、3勝は全て微増ばかりでしたので、今回はそれなりの勝利を目指したいと思っております。今回は1点100円、1レース1000円の10レース、総投資1万円で検証していきます。それでは実際にプラス収支になるのか検証スタートです。天船県絡みということになりました。はい、1レース目、尼崎の第4レースです。このレースは19番人気425の 51.0 倍から28番人気241の 61.8 倍までを買ってます。共にここまで大崩れを許していません。そして大外6コースに6号艇宇野健太、プロペラ調整、船足アップに成功か。昨日は2着着と、さあこのレースは4コース4号艇5号艇が1着になってくれると買い目が多い感じとなってます。さあどうなりますでしょうか。いや、5号艇がちょっといいんじゃない。覗いてる5号艇、そっからまくり雑誌。あー、なんか一定なんかおかしいことになってる。おー、1か1やったら126、126しかございません。第4レーススタート正常です。その間に独走体制は1号艇石田聖吾2番1シャープに打ちをついて5号艇馬場吉也が153リードを広げ、さらには先頭走る1号艇石田聖吾に急接近。その差は153は1個上の18番人気、勝った時点で 49.8 倍ですね。先頭1号艇石田聖吾、あー1個ずれか、5号艇馬場吉ですが、1個ずれでしょうか。このまま終わるのか。5号艇ババヨシアが2番手、そうか、福島優希3番手、上位体系1番5番3番、1号3 18番人気にいました。残念ですがこれはもう1号3か。5号艇ババヨシア2番手、3号艇福島優希3番手、あーもうこれは1号3ですね。最終手、はい、2レース目、福岡の第4レースです。このレースは20番人気の 52.7 倍から29番人気、97.1 倍までを購入しています。5コース5号艇中村誠、6コース6号艇峰重裕二です。予選競争第4レース、さあここは4号艇頭が1番2番3番5つと多いので4号艇頭でお願いします。4号艇いった2号艇が直まくりにいってるけど、おっと内側から4号艇いった。4は413はないな。42か4645、2マークの旋回、4545来い、よしいいよ、453いいよ、松田大志郎がリードしてきました。2番手がよしよしよし、5号艇頑張れ。あー453、435はない、435はない、453はある。よし行け5号艇、カメラが回って刺す3号艇、あー刺してきた。2番手接戦からは3号艇、ちょっと頑張ってください5号艇453、勝った時点で 55.8 倍、その後ろは1番2番6番と続きます。頼む、2マークの旋回、そこのターンマークで内側を刺して3号艇が膨れろ。よし内側刺せ、いけ。2番手は3号艇あかんか、435か。レースは最終周回、先頭独走は4号艇松田大志郎、ラストチャンス、ラスト2回のターンに全てをかけて、よし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 、内側いった。3番手5号艇中村誠、届かへん、攻めてくる1号艇宮迫信彦、届かへんか。3番手43はない、453、なんとかならんか、そこで先頭トップ勢旋回します。
2番手3号艇松尾、3号艇が先に行って5号艇内側くるっとくるっとくるっと来ない。4番ゴールイン、あー4、5、3か、5番ゴールイン、1番ゴールイン、惜しい。内曲げ上位入着としています。はい、3レース目芦屋の第8レースです。このレースは17番人気の516、51.5 倍から26番人気145の108.0 倍までの10点、満州含む10点、勝っています。前半最後の白星を上げた5号艇村岡健人、大外に6号艇の山崎康介、昨日は競り合い物主船券の走り見せています。さあこのレースは3号艇5号艇の頭もしくはイン逃げの1号か14、4番5番6番の並び、さあ来い。スタートしました昼時戦の第8レース、4号艇来い。さあ1幕の攻防戦、1号艇が逃げて4号艇内側をギュッと差し込み、3号艇の佐々木、あー3号艇頭かは3135、お351あるよ、351、31は312か351、351来てる、5号艇来い、1号艇ちょっと待って、あーあかん、あかん、頼む、2着3着の逆転はあるよあるよ、5号艇直線で追いつけ。先頭で3号艇佐々木秀樹が向こう正面へ、そこのターン内側くるっとくるっと来ないか、村岡健人、上位3艇は3はもう完全独走抜け出して、その後ろは2号艇林と6号艇山崎、もしくは312でもいいよ、312、2マーク先頭で3号艇佐々木秀樹、2号艇来い、2号艇来い、こうなったら2号艇来い、3号艇5号艇村岡健人、頼む、2と5が入れ替わってくれ、ちょっとどうなるこれ。3号艇佐々木選手はお見事、315、2号艇内側をギュッとギュッと来れないか、3番1番5番この決着ならば3連単のオッズは 37.5 倍です。 37.5 倍か、3号艇佐々木秀樹、2番手に1号艇松尾祭り、3番手は5号艇村岡健人と折り返し、昼時戦第8レースゴール、あーこれはもう315か、これも惜しかった。2番ゴール号艇太田、ここまでがスローです。はい、4レース目尼崎の第5レースです。このレース21番人気214の 50.3 倍から30番人気321の 71.5 倍までの10点、お願いします。魂を込めます5号艇吉川、そして大外6コース6号艇山田優也、このフリー枠克服して上位入着果たしたいところ。さあここまでの3レースは全て惜しいかすってる結果となっていますので、そろそろ的中をしていただければと思いますが、どうでしょうか。さあまず何がいく、4号艇以外でお願いしますよ。よし5号艇いった、52は523、523、お来てるんちゃうこれ、え2号艇か、251来た、251来た、4度目の正直来たんちゃうこれ、251勝った時点で 60.6 倍、26番人気、あー頼む頼む、251で、うーっとどうなる、赤に、え1か、125はない、21は21は21も214、5号艇が頭で来い、5号艇来い、ギャー受け止めて単独先頭取り返した2号艇篠崎元志、篠崎選手やっぱ強えか、215か、惜しかった、これも惜しいレースやったら521もありえたもんな、十分、あかん、でも今日は当たりそうな気がしますね、
4レース目まで全てかすってる結果シリーズ3日目第5レース予選競争第2戦制したのは2号艇篠崎真志1号艇渡辺雄一郎が2番手5号艇吉川元博3番手そうか上位2番1番5番でゴール先頭2番篠崎真志、はい、2着1番渡辺3着5番残念でした6番ゴール実は地元の5号艇道正雅也が入りますはい前半最後の5レース目2の第6レースですこのレースは17番人気の136 50.9 倍から26番人気124の 63.3 倍まで勝ってます3連単は146が1番人気そして456が2番人気と兵庫勢のさあこのレースは2号艇以外の13456であればとりあえず1着はありますがどうなるのでしょうかできれば4号艇が3つで多いかなさあスタートです4号艇いった4号艇覗いてるかいや覗かんかいかんか1号艇3号艇内側から4号艇が刺してきたよしあーでも14か4号艇届け41でスタートは正常です2番手それでも振り切って1号艇樋口1号艇がうまい2番手握っていったのは4号艇これは1-4体制か1は1-3か1-2しかない上位体系は1番4番6番です1-4-62周目に入って1マーク1号艇樋口義彦が先頭1-4-6はないな樋口小坂が優勢に待っていく3段手の5号艇もうこれは1-4-6かあもうこれは146ですねそして3号艇武田光海が先頭さあいよいよ後半の6レース目尼崎の第6レースですこのレース23番人気の165 53.6 倍から32番人気241の102.1倍満州まで勝ってますファイナリストとなりましたこの5号艇に行った流れを変えるか5コースに侵入そしてここまでオール3連隊キープ6号艇武田幸が大外6コースからさあこのレースは4号艇か2号艇2か4頭でお願いします2号艇が刺すか4号艇がまくるかどっちかでいいよ24いいよ24いいよ2号艇まくりに行ったまくりに行ったよしで内側を刺して4号艇が行ったか24あかん24はない42やったらあるあ241421おお3番手1号艇来てる421も241もあるよいよいよいよあ1号艇ふらついたやめて1号艇頑張れ421は30番人気勝った時点で 94.9 倍よし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 これはもう来たやろあーまたふらついてるちょっと1号艇ちゃんと走ってください1号艇しかしその差は2停止半6号艇よしよしよし4番手から追い上げて後方は2号艇3号艇となっていますきた今回は惜しいじゃなくて来てるでしょう4216号艇はやめて426はないよねお 103.3 倍 94.9 倍の勝った時点からオッズが上がってる421オッケーいよいよいよ4号艇花直哉2号艇稲田浩二号艇村田修司が3番手ようやく来たのが一撃満州これはでかいこれでもう今日の負けはなくなる4216やめて6やめて421敵中です以上は尼崎第6レースでした初戦と予選ラスト白星上げた2号艇、はい、続いて7レース目ナルトの第11レースです川上と2号艇このレースは17番人気143の 52.0 倍から26番人気243の 74.3 倍までの10点購入してます4コースから
2着を取りました。5コース5号艇の交互隆一です。初日は1着2着の後発進、6コース6号艇のさあ先ほどの6レース目で満州をゲットしたので今日の負けはなくなりました。あとはプラスを上積みするだけ、1か2か3頭でお願いします。1号艇いいんじゃない今の。山口1枠成功スタート。1枠1号艇川上、1号艇が逃げてそこ3号艇が行ったか。バックスリッチマックに出した3号艇山口、よーしこれは31か。あと2号艇くっついてこい。31だ。312で3号艇の山口、まず3号艇、おい1号艇がだいぶ、いやー膨らんだ。どうなるこれ、321か312321、両方ある。4号艇はない。34はない。1号艇頑張れ。よし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 。321。いいよ。4号艇をなんとかブロックしてください、1号艇。手先かけるなよ、4号艇。1号艇、川上のリード一定進です。よし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 。切れた切れてる切れてる切れてる。3、2で1号艇、そのままくるっと回って OK。 来た。2回連続で的中するのかこれは。3、2、1、3、1、2でも OK。 そこはやりやるのはいいけども、4号艇だけは追いつかれんといてください。よし3、2、1。あー3番4番だいぶ空いたな。これはもう大丈夫でしょう。3、2、1。はい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 、よし2連勝。3、2、1、的中です。ラスト5番交互ゴリ、痛恨のフライングに終わっています。はい、8レース目通路第9レースです。このレース17番人気312の 50.5 倍から26番人気241の 83.1 倍までの10点勝ってます。北中3号艇丹下、そして4号艇投手と票が集まっています。風の方がホーム向かい風に風向きが変わってきました。さあ調子に乗って3連勝お願いします。これは3か4頭がいいかな。 1,2,3,4 ですね。とりあえず1着は 1,2,3,4。 スタートしました。スロー、おースロー勢がいいよ。また3,1,2とかこうへんかこれ。3号艇そっからまくり出せ。あー2号艇が刺さった。5号艇高井が続く。2号艇刺さったよ。刺した2号艇北中が現在判定心リード。外から3号艇おーどうなる。2、3か。2、3はないな。2、1で2、3、1か。4号艇当時が続く。2番手現在3号艇丹下わずかに優勢も。2、3か。2、1で2、1で2、1、4か。2、1、6。2号艇は見事な差しで1着。さあ3号艇か。2、3体勢か。2、3はないな。2、3番手定冠一定身から一定身なんです。2、3はない。先頭2号艇北中、2番手3号艇そっか。1号艇ギュッとこい。打ちをつく山本が3番手切り込んでくる。1号艇山本になります。それでも2番手3号艇あーもうこれは1号艇、いやー1号艇めっちゃ浮いたってバランスを崩しました。3番手当時が逆転浮上。上位は2番、これで3番、4番と変わっています。2、3、4、はい、もうこれはもう2、3、4ですね。上位着取って予選クリアしました。さあ9レース目ナルトの第12レースです。このレース16番人気162の 54.9 倍から25番人気231の 144.6 倍、満州まで勝ってます。初日後半2日目前半と白星並べました。6コースには6号艇の三宅潤です。
2日目は3着4着初日後半は白星上げています。さあこのレースは16か14が多いですね。ということはまずはイン逃げ、あー3号艇がいった。いいスタートです。1周1マークへ。さあどうなる、まくりに行くか。あナイスブロック1号艇。1号艇キリュウがセット。1号艇は逃げたけれども、1は14か16、1号スタートは正常です。1号16、6号艇そっから来い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 、あーかんか。1232番手2号艇の渋谷がスタート前に行って、3番手3号艇の森を、123体制、12が13体系やな。これは3号艇の森野が差を詰めようとします。21マーク小さくなる3号艇の森野、123か123か、おー123、2号艇の渋谷がもうこれは123ですね。3番の上場。さあラスト10レース目、宮島の第11レースです。このレース16番人気の162 54.0 倍から25番人気165 94.7 倍までいってます。コースは6号艇小池喜美代です。さあ風はスタートラインに対して追い風、風速は2メートル弱。人気のウンノのインセン。さあラスト10レース目、もう一度的中をお願いしたいと思っております。イン逃げ、まずはイン逃げ。3号艇いった、まくり切って312、あー1号艇いった。1は1516、1号か16、あー2号艇3号艇邪魔せんといて。外から5号艇がぎゅっと打ち絞ってこい。なあ、感化123。123か。これは勝たせんか。よし、5、6が2着まで。ああ、割れない。3号艇が一気に遅れた。124か。125になってもあかんよな。12はないからな。もうこうなったら2号艇が1号艇を抜かす。いやそら無理やな、こんだけ空いたらもう無理ですね。そうか、ラストは124か。124、6.1倍、本戦やな。124でした。はい、人気オッズ50倍以上からの10点外、10レース中2レースの的中となりました。総投資は1万円、回収金額が17,240円で、収支額はお見事プラス7,240円となりました。今回的中した2レースのうち1つが満州、1万円を超えていたため2レースの的中でありながら7,240円のプラスとなっております。まあ、50倍以上最大満州まで狙えるというこの回目、最初の 1,2,3 レース目も展開次第では惜しかったなっていうレースが続いていたので、ますますこれは注目の買い方となってきました。これで50倍以上10点買いを5回やって4勝1敗、勝率8割を誇っております。この買い方、最低あと5回やって10レースやって、どれだけの勝率が残せるのか試していきたいと思いますので、これからも注目してみてください。
次回もぜひ見てください、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。あとコメントすべて読ませていただいております。コメントいただけると大変嬉しくて、やる気が出ますのでコメントもよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。ありがとうございました。